全国障害年金パートナーズの動画。こんにちは、障害年金コンサルタントの宮里です。いやー、久しぶりにボミスをしてしまいました。どういったことかお話ししますね。法人を作ると健康保険や厚生年金といった社会保険に加入しなければなりません。私たち全国障害年金パートナーズも法人になったため、社会保険に加入する必要があります。この社会保険の加入は、事業を開始してから5日以内に行わなければなりません。ところが、法人の設置の手続きを行ってから、だいぶ社会保険の手続きが遅れています。とはいえ、これは仕方がないのです。大体は法人登記を行ってから登記簿を取得できるようになるまで、1週間から10日程度はかかります。その時点で事業開始から5日以内に社会保険の手続きをするなんて無理なんです。登記簿以外にも用意しなきゃいけない書類もあり、ようやく準備ができたので、本日年金事務所に行ってきました。年金事務所の調査会へ行き、社会保険の新規加入の手続きをお願いします。と言って書類を渡します。心よく書類を受け取ってチェックをしてくれた年金事務所の職員ですが、急に微妙な顔つきになってこう言いました。すみません。提出する年金事務所が違うんです。言われた瞬間私も気づきました。全国障害年金パートナーズは秋葉原に事務所があるので、管轄の千代田年金事務所に書類を提出しなければなりません。しかし私が来たのは、なぜか中央年金事務所。提出先を間違えるというボンミスでした。いやー、間違えました。千代田年金事務所に行ってきますね、と言って中央年金事務所を出てきます。年金事務所の職員も優しい眼差しで見送ってくれました。その後、千代田年金事務所に行って手続きを行い、無事に社会保険に加入することができました。さて、今回私は社会保険労務士として恥ずかしいボンミスをしてしまいましたが、何ら気にしていません。なぜなら、ミスなんてものは誰にでもあると思っているからです。それに、私が書類を提出する年金事務所を間違えたところで、誰かに迷惑がかかるわけではありません。正しい年金事務所に行けばいいだけです。大抵のミスは、ミスったところで大したことはないのです。ミスをしたって死ぬわけじゃありません。ほとんどのミスはどこかで挽回することができます。これは私だけでなく、あなたにも当てはまるはずです。今うつ病で苦しんでいるあなたも、きっと何かしらのミスをしたことがあるはずです。自分の選択や行動に後悔し、今もフラッシュバックに悩まされているかもしれません。でも、あなたのミスを覚えている人なんてほとんどいません。人間なんて自分中心の生き物ですので、あなたのことよりも自分のことばかり考えているはずです。自分が行動を誤ったことで誰かに大きな迷惑をかけてしまったことがあるかもしれませんが、その人は今頃美味しいパフェを食べながら満足げな顔をしているかもしれませんよ。そう考えれば、ミスを気にしているのは自分だけだと思いませんか？もう少し気楽に生きてもいいんです。とはいえ、障害年金については、ちょっとしたミスが命取りになることがあります。年間で58万円から250万円ほどの金額を受け取れる障害年金も、失敗してしまえばゼロです。何も手に入りません。なので、日々の小さな失敗は気にせず、障害年金のようなミスできないところは専門の社労士に依頼してください。私たち全国障害年金パートナーズは日本で唯一のうつ病による障害年金専門の社労士事務所です。きっとあなたの経済的不安を解消できるはずです。まずはあなたが障害年金を受け取れるか無料で判定しますので、判定を受けてみてください。今一歩を踏み出せるかどうかがあなたの人生を左右するかもしれません。今すぐ行動してください。うつ病で経済的不安を感じている人は、魔法の靴とうつ病になったティラノサウルスという動画をご覧ください。
あなたの不安解消につながるはずです。また、あなたのうつ病で障害年金を受け取れるか、私たちが無料で判定しますので、画面右上のリンク先からお申し込みください。